リガリ君。YouTube をご覧の皆さん、どうも翼です。リンゴです。はい。毎日ね、暑い日が続いております。もう夏がね、どん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 近づいてきてますね。ね。夏になるとやっぱり食べたくなるものありますよね。ビール。食べたくなるものって言ったでしょ。基本あなたビール別に夏じゃなくても飲みたいでしょ。夏になると食べたいものね、アイスだと思います。で、特にね、今日紹介する商品は、まあまあまあ、なんだかんだ言って皆さん好きだと思います。で、これ、うわ、大っ嫌い。うわ、もう食べたくもないっていう人、見たことない。これは。いないよね、多分。なんていうの、大好きじゃなくても嫌いではないっていう人が多いと思うの。じゃあね、その商品紹介したいと思います。じゃん！いっぱいあるんですけど、まずね、はい。かわいい。ガリガリくーん。ガリガリくんがですね、かわいいでしょ？赤木乳業さんですね。5月の12日に、サマーセレクションっていう、この夏ね、出てくる新商品っていうのを、試食会っていうのをやったらしいんですよ。行きたかったね、そんなのあるんだったら。まあ、ここだけ切り抜きたい。一般の人は多分いけないんだろうけど、定番のソーダに加えて、スイカ、梨、で、このチョコ。でね、梨が売ってなかった。やっぱ梨人気なんだね。そりゃそうだよ。梨が全然売ってないのよ。で、スイカとね、このレアチーズを売ってたんですけど、ただ今日はね、これじゃなくて、これをね、なかなか箱買いってあんましないじゃん。だからこれちょっと開けて食べてみましょうと。先ほど見せましたガリガリ君リッチのレアチーズはですね、5月の16日から発売しておりまして、130円の税別で、スイカは70円の税別。70円になっちゃったんだね、ガリガリ君。かわいい。ガリガリ君70円になっちゃったんですね。76円ってこと？87、75円じゃない？そこは隠してた。ちょっと説明切りだったから、だから70円になっちゃったんですね。もう60円が当たり前だったじゃん。だって昔確か50円じゃん。50円だったよね。で、ガリガリ君の梨も70円ですね。こちらは、7月の11、あ、11日からなの？それは売ってないわ。通りで、いや、なかったから、全然探しても。そうなんだ。あ、わかった、勘違いした。ガリガリ、これのね、これマルチって言うんだけど、これの梨は5月29日から売ってるんだ。それのことだったんだ、梨発売してるって。で、それは330円の税別で、7本入りです。はい。で、今日、やりますのは、こちらもね、5月の29日から全国で発売しております。ポケモンね、君に決めたって。はい、波乗りピカチュウだね。波乗りピカチュウじゃないけど、これ。あ、違うか。波乗りピカチュウ。あれか、アイアンテールか。こっちはね、ガリガリ君とピカチュウがプリントされて、ね、若干ね、こういうの気持ち悪いのとかいるんだけど。これが一番可愛い。はい。で、なおかつ、しかもね、今、ポケモンが7月に公開しますから、前売り買わなきゃ。そうだね、前売り券でもいろいろありますけど。で、そんな中、これコラボしてて、コラボしてるだけじゃない。通常、アイスって当たりが出たら、もう一本もらえるでしょ。今回、これ当たりが出ると、特別な、そのガリガリ君とポケモンがコラボしたトートバッグとポーチがもらえるんですよ。ポーチ欲しい。あ、でもな。こういう感じのやつが当たるんですよ。で、今日はね、一発積もろうぜ。はい、フラグー。一発でいけたらもう神だよ、これ。こうして6本あるのにですよ。で、どれか。上から2番目。上から2番目。で、俺、ジャンした。はい。これ、ちょっと。さあ、食べましょう。もうこれね。1本消えたくない？え、なんで？ああ、落ちてる、落ちてる。あ、でもこれ溶けてきちゃってる、やばい。さあ、当たるかな。いただきます。あ、あ、断面こんな感じですね。中が氷で、外側がリッチのね。普通のチョコ。うん。あ、美味しい。わ、これ美味しいね。見たて？あんまりかな。え、マジで？俺これ超好き。ね、甘すぎる？ガリガリ君出たら甘すぎない？え、こんな、あ、ごめん、嘘。全言撤回する。ん？え、ちょっと氷のとこダメだろ、美味しかった。なんだよ。自分逆にガリガリ君に氷があるから嫌いと思って。ああ、このザクザク感がいいんだよ。ああ、歯にしみる。でもね、ガリガリ君の T シャツ欲しいんだよね、俺。グッズとしては一番これで当たるわけじゃないんだけど。さあ、これずるいよ、これチョコレートじゃん。だからちょっとその残ってるチョコがさ、烙印されてるように見えるわ。ずるいよ。
外れでした。なんだよあいつ、ね、彼女はねこれ甘すぎるってことで僕にバトンが来ました。普通のチョコはいけないけどな。確かにこれね、普通より甘い。うん、で俺はそこが好きだけど。はい、外れでーす。本当にね、辛いのあんなに得意なのに甘いの全然ダメだよね。こんな甘いうちに入んないよ。甘党からすればよ。うん。俺が辛いって言ってるようなリアクションそれだからね。わかりやすかった。うん。えってなったでしょ。はい、ということで、ね、外れてしまいましたけども、まあ残りのやつ、当たったらね、当たったらその商品をまたレビューします。楽しみにしてください。はい、で、こちらね、ガリガリ君リッチのチョコチョコですね。全国で5月29日から発売しております。330円税別ということで。でね、こちらポケモンとコラボしておりまして、そのポケモンはですね、7月の15日から、劇場版ポケットモンスター君に決めたっていうのをやりますから、もし興味のある方は見に行ってください。前売り券も売ってますのでね。ね。ね。見に行きましょう。こんだけポケモンいいんだからな。ポケモンってピカチュウこんなにいいの見に行かないとこないでしょ。だって自分のベッドの上でもどうかこれだけじゃないからね見に行きましょう。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。いやね、なんだろう、ガリガリ君ね、ソーダ味はさ、そんなに甘くないじゃん、でさっぱりって感じなんだけど、これはね、確かにね、口の中にすごいチョコの甘さっていうか、残るし、甘いチョコがダメな人はダメ。ビターなチョコレートは好きなんだけど、っていう人は、どうだろうって思う。それだけで買うのはちょっと難しいかもしれない。でも、この糖度欲しいんだったらっていう人はもう買ってみた。糖分欲しい時に、買うのはいいかも。そうね、すごい。ただ甘党からしたら、もう普通じゃないっていう。で、それ小さいし、まず。サイズはすごい小さいから、そんなにね、っていう感じですね。でもすごい美味しいんでね、皆さんもぜひ試してみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さんじゃあね。